そのジビエ美まさかさんですね。はい、こちらが。というわけで今日はね、ちょっとサバイバルチックな感じなんですけどね、比較的普通でも来れやすい場所に来ました。はい、というわけで今回の場所は総社水辺の学校という場所ですね。もうすぐ近くに高橋川が流れているので、この川遊びとかね、バーベキュー、キャンプもできます。はい、でちょっとね、今日は前ね、以前面白いの買ったんですよ。こちらです。ジビエ美まさかさんですね。このイノシシ肉です。はい、これをちょっとね、焼いていこうかなと思います。あ、何ちょこぼやん。これね、タイムで320円ぐらいで売ってたやつです。結構ごっついですね。あ、はい、こちらがジビエですね。特にね、臭い匂いもなく、なんだろうな、まだ食べてないんでどんなのかわからないんですけど、とりあえずね、焼いてます。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。
どうぞ。じゃあこれ早速ね、このイノシシ肉いただきます。がっつりいった方がいいですよね。こちらですね。これなんかパッと見豚みたいな雰囲気なんですけど、豚と牛みたいな混ざったような感じがしますね、雰囲気的にね。いただきます。結構ね、肉が噛み応えがあって、なんかどちらかというと牛肉のような感じなんですけど、でもやっぱりあの豚のような、なんだろうな、優しさみたいなのがありますね。うん、いや全然いけますね。臭みやばいかなと思ったんですけど、そうでもないですね。やっぱ値段だけのことはね、あるかなと思います。うん、まこれはお米が欲しくなるけど、お米今日持ってきてないと。解凍しておくべきだったかなって思うんですけど、よいしょ。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。